皆さんこんにちは。 MMA 言語化挑戦中です。ちょっと先に宣伝させてください。今僕が着ているこの T シャツなどを販売しているすずりというサイトが現在セール中です。ご購入検討中の方はセール期間中にぜひご購入くださいということで、この話を毎回しておりますが、必ずこのセール期間ギリギリ超えてから買っちゃう人が、ほぼ毎回のようにいらっしゃいます。でこれはすずりというサイトのセールですので、僕にはどうすることもできませんので、もう買おうと思っている方はセール期間中にお得なうちにぜひご購入ください。ということで本編喋っていきたいと思います。今日は高田信彦選手が柔術の試合で勝利したことについて喋っていきたいと思います。先日 ASJJF という団体、SJJF かの、ワールドっていう、まあ一応世界選手権と言われている大会がありまして、それに高田信彦選手が出場されて、見事勝利を掴んだということで、62?3 かな ?60 歳超えていらっしゃる高田さんがね、まあマスターセブンというカテゴリーで優勝されたんですけれども、まあ、柔術はこう年齢でカテゴリーが分かれているので、まあ、大体同年代の人と戦うことになるんですが、これはね、もう本当に、いろんな角度で喋れる話です。はい。まあ、若い方にはピンとこないと思います。し、僕より、本当はね、多分僕よりもうちょっと上の世代の方々に、こう、ずしっとこう、響くというかね、突き刺さる、ストーリーの話だと思うんですよね。高田信彦が柔術の試合に出て勝ったっていうのは、まあ、ちょっと、おじさんの昔話シリーズになります。そして、まあ、さらにですね、まあ僕も、さっき言ってるように僕も世代ではちょっとずれてるんで、いろいろ僕も勉強した範囲の話になるんで、まあ、若干こう、なんていうのかな、まあ、僕の解釈で喋るっていう感じにはなりますね。まあ、これいろんな意見あると思います。はい。なのでまあまあお付き合いいただければと思います。まあ過去には僕日本 MMA の歴史っていうのシリーズ作ってるんで、まあそっちでも少しは触れてるので、そこと被る話にはなるんですが、まあ僕なりにこの試合の意味を喋っていこうと思います。昔、まあ80年代とかそれぐらいの話になるのかな、はプロレスというものと格闘技っていうものが、まああんまりこう分かれてなかった、同じようなものだと思われていた時代があります。まああえて今日はちょっと話を分かりやすくするために、プロレスと格闘技は別物として喋ります。まあこれに関していろんなご意見ある方はいると思いますが、今日はちょっとそれで喋らせてください。格闘技というものは僕がずっと言ってます、エンターテインメントスポーツだと僕は思ってます。まあ、エンターテイメントショーの要素もありますが、まあ、僕は基本的に競技として見ていますと。で、プロレスに関しては、もうこれはエンターテイメントショーですと。競技ではない。っていう部分で、まあ、格闘技ではないとして喋っていきます。当時は、そんなプロレスも格闘技だと思われて、いたわけですね。ロープに人を投げても、ちゃんとロープから戻ってくるとか。コーナーポストによじ登って上からドーンって蹴りを入れるときに相手がなぜか動かないとか、そういったこともまあありますが、それはまあプロレスラーの力が強すぎてこうロープに投げられると思わず跳ね返ってきてしまうとか、ダメージが強すぎて意識が朦朧として立ち上がれないから、コーナーポストに登ってる間何の抵抗もしないんだとか、まあそんな感じで本当にこうあれは真剣にやってるんだって、真剣にやってるって言い方はちょっと違うか、まあとにかく格闘技的にやってるんだという時代がありました。でそんな時に UWF というプロレスの団体ができました。でここで、まあ、格闘技っぽいプロレスが始まったわけですね。でその時にいたのが、まあ、高田さんなんですけれど、まあ
この UWF という団体ではそういうコーナーに振ったとかロープから飛んだとかってことはしないで、蹴りとか関節技を中心としたプロレスをやっていったわけですよね。だからまあちょっとこう、今までとなんか違うぞっていう感じだったらしいです。当時はね、この格闘技っぽいものっていうので、だんだんそれがこう、まあ人気になっていく。まあ正確には第1次 UWF と第2次 UWF っていうのがあるらしいんですけど、第2次 UWF で、人気になっていく。そこでまあどんどん人気が高まっていったのも高田さんだったわけなんですけど、まあこの時にその今ライジンのオープニングとかであるような、こうレーザービームがバーってなってとかっていう、ああいう演出もそこでできたらしいんですよね。なのでまあライジンのこう元になったような団体と言ってもいいかもしれないんですけれど、そこでまあ高田さんはまあ活躍していって、でまあ UWF っていう人気のあった団体がまあいろいろあって分裂しちゃうんですけれど、まあ高田さんはそこで U インターという団体を作って、UWF インターかで、インターナショナルかで略して U インターって言われてる。で、そこで、まあ、ずっとやっていくわけなんですよね。で、まあ、元プロボクサーの人を呼んで、異種格闘技戦をやったりとか、まあ、いろんなことを、高田さんやっていくんですけれど、そこでこう、まあ、非常に言葉を選ぶんですが、格闘技風のプロレスなんですよね。あくまでもプロレスをやっていた。だけど、格闘技っぽい動きをするので、まあ見てる当時のファンの人たちは、格闘技だと思って見ていた人たちもいて、まあ、当時の本当多分高田さんは、格闘家なのか、プロレスラーなのか、非常にあやふやな立ち位置だったと思うんですよね。で、まあなんかいろんななんかこう、当時のこう暴露話とかいろいろで今出てきてるわけなんですけど、すごい言葉を選びますけれど、まあ、台本ではないんだけれど、こういう感じでやってねっていうのが決まっていたような試合もあったっていうようなことを暴露してる人もいて、で、逆にそれを破ってくる。こういう感じでやっといてねって言ったんだけど、それを破る場合もあるみたいな。なので当時はそういうことが結構あったから、まあ事前の打ち合わせを全て信じて試合はしないみたいなのもあったとかっていう話もあったりして、当時高田さんがやっていた試合、その U インターでやっていた試合っていうのがどこまでまあプロレス的だったのか、どこまで格闘技的だったのかっていうのはもう我々には分からないです。実際の本当のところはどうなのかっていう、暴露してる人たちもそれが本当かどうか分かんないですからね。嘘を暴露してる可能性だってあるんで、まあそれは何とも言えないので分からないですけれど、まあ高田さんが当時どういう気持ちでそういう試合をやっていたかも分かんないですし、これは本当、なんとも言えない。で、そんな時代のさなか、アメリカで UFC ができて、そこでホイス・グレイシーが、まあ、初代チャンピオンになって、グレイシー柔術というものが世界的にこう広まり始める。で、そんな中、まあ、すごい強いですねって、ホイスさん、あなた本当に強いですねって言われる中、で、僕のお兄さんは僕の100倍強いですよ、みたいなことを言って、そんなに強い奴がいんのか、誰だそいつだって言って出てきたのがヒクソン・グレイシーで、ヒクソンがまあ日本にやってくるでなった時に、日本のファンは高田対ヒクソンが見たい、高田対ヒクソンが見たいという流れになって、そこで高田対ヒクソンが組まれたのがプライドっていうのが、まあこれが流れになるわけですね。で、そこで高田さんはまあ何もできずに負けてしまって、まあ、プロレスラーの辛い押しと、永久戦犯と、まあ、言われて。まあまあ、プロレスラーとして、高田さんが
築き上げてきた地位、名誉、名声、そういうものをもうすべて根こそぎ持っていかれたような、敗戦だったわけなんですよね。だから柔術、グレイシー柔術、まあブラジリアン柔術ですね、要はに、まあ言い方あれですけど、人生ぶち壊されたに近いようなところはあると思うんですよね。でその後プライドはシリーズになっていって、高田さんはその後も試合を続けるんですけれど、まあなかなか勝てなかった。で勝った試合もまああるんですが、まあ後から暴露されてたりとか、まあ今映像を見返すと、まあおそらくプロレスだったんだろうなっていう試合、まあこの僕の表現はまあもうお察しくださいっていうことですね。格闘技ではなくプロレスだったなっていう試合もやってたなっていうのは、それは映像を見ればまあなんとなく。ただこれは高田さんが汚いかっていうと、当時はもうそれがこう両方混ざり合ってた時代なので、なかなかこう本人がそれを望んでたかどうかちょっとわかんないですよね。もう運営としてはそういう試合をやってもらわないと困るっていうのもあったでしょうし、まあさっき僕もすごいこの言葉を選ぶんですけど、この時代っていうのは本当にプロレスと格闘技の境目が明確ではなかった時代なんで、まあ両方の試合が混ざり合ってた。でそれをまあある意味ファンを騙してたとも言える時代ですね。なので、その時騙されていたと感じる人たちは今すごいこうなんていうのかな、高田さんに対してペテンシ野郎、嘘つき野郎みたいな感じで叩いている人もいるし、まあそう言われてもしょうがない部分はまああるんだけど、まあやらざるを得なかった事情もあったんだろうなっていう。で、この感覚っていうのは多分今の若いファンの方にはなかなかちょっと伝わらない時代だったんだと思うんですよね。格闘技とプロレスがもうあやふやだったっていう時代。ほんとね、これね、難しくて、まあ、最初からこう、いろんな段取りが決まってることをブックっていう言い方をするらしいんですよね、プロレスではね。で、それを破ることをブック破りって言ったりするんですけど、なんかまあ僕が聞いた話、というか、まあインターネットとかも調べればいくらでも出てくるんですけれど、まあ、中にはこう、ブックを破って仕掛けてくる人もいると。で、それを言ったら、あ、こいつ、破ってきたなってなったら、逆に返り討ちにするっていうこともあった。で、これは、プロレスですか？格闘技ですか？っていうと、まあ、非常に難しいところですよね。最初からもう、何も、相手が何するかわからない。どういう戦略で来るか、どういう攻撃してくるかわからないのが格闘技なわけですけれど、ある程度分かってたんだけど、そうじゃないことをやってきたは、どっちですかとか、何分間はお互いこう攻防して戦って、で、そっから先は、ある程度、どっちが勝つかは、真剣勝負というか勝負するみたいな、そういうのもあったらしいですね。だからまあ、ある程度お互いに最低じゃあ15分間ぐらいはお客さんを楽しませるためにやって、まあ、見せ場をお互い作って、よし、こっから真剣勝負だって。これはプロレスですか格闘技ですかって言われると、こう、明確に、こうって言える、言えない時代、だった、んですよね。で、お互いに最初から、もうやっちゃうぜ。俺ら、ガチでやっちゃうぜって言ってやった試合もあったらしいんですけど、まあ、それもね、果たして、お互いにやっちゃおうぜでやったから、これは格闘技だって言えるのかっていうと、またこれも、なんとも言えない。本当になんかこう、あやふやな
時代だったらしいんですよね。それこそ有名な話ですけど、日本柔術界の父、と言われてる中井祐樹先生、なんかも幼少期の時に UWF に憧れて、もう UWF のプロの人たちはすごいなと、真剣にあんなすごい試合を20分、30分もやるので、やっぱプロは体力があるんだなって言って本気で思って、それをずっと真剣に見ていて、自分もいつかああなるんだっていうふうに、もう心をつかまれて、で、ある時、これは格闘技じゃないプロレスだっていうことを気づかされたみたいな、まあ、そういう話も結構有名な話があるんですけど、まあ、そういう方が、まあ、後にこう柔術をやることになるっていうのもね、なかなかこれもまたドラマではあるんですけれど、まあ、そういう、なんていうのかな、まあ、どっちかわからない時代だった。で、やっている選手たちも結構今当時の話を聞くと揺れてたというか、まあ、後のパンクラスを作る船木さんは、まあ、その当時、その UWF の時のトップだった前田明さんに、まあ、格闘技をやりたいと、プロレスじゃなくて格闘技をやりたい的なことを言って、前田明さんにあと5年待ってくれっていうようなことを言われて、まあ、あと5年も待つんですかみたいな気持ちになったみたいなことも後に語ってるんですよね。だからプロレスが確かあれなんだっけな、ドリームの船木対ミノアマンだったかな、の煽り V かなんかで、出てくるセリフなんですけど、船木さんが言ってたのがね、プロレスが格闘技に変わる時期にいるんであれば、今すぐにでも変えたかったっていうようなことを言っていて、プロレスラーの中でも格闘技としてやりたい、真剣勝負、相手とのもう技と技のぶつけ合いで勝利をつかみに行くっていう、お客さんを楽しませる、お客さんのために、お客さんに見せる試合というよりも、勝ちにこだわる試合をやりたいっていう人たちも中にはいた。だけど多分逆もあったと思うんですよね。そういうお客さんを騙すような感じの試合よりも、もっとはっきりプロレス、プロレス風格闘技じゃなくてプロレスがやりたいんだっていう人もいて、まあ、すごく微妙な時代だったと思いますね。で、その中でも高田信彦という存在は本当に多分微妙なとこだったんだと思います。どっちの多分気持ちもあったんじゃないかな、わかんないけど、直接ね、お話を聞いたわけではないですし、いろんな話、推測聞く限りですけど、プロレスラーとしてこうファンを楽しませる、会場の一体感を作る、そういう空気を作ることの楽しさ、喜びを持ってるプロレスラー高田信彦と、どっかで自分の持ってる技術を全てぶつけて、相手と勝負をするっていうことをやりたい格闘家高田の信彦っていう気持ちと、こう揺れてた時期があるんじゃないかなっていう、まあ、あくまで僕のね、解釈でそんなことはないのかもしれない、わからないですけど、とにかく本当に微妙な時代だったんですよね、あの時っていうのは。で、結果的に高田さんは、まあ、プライドではあまりいい成績が残せずに、引退ということになるわけですね。ある意味で、その境界線が本当にあやふやだった時代の境界線をちゃんと引いた一人かもしれないですね、高田さんは。ヒクソン戦に敗れて、で、その後も戦って、まあ、プロレスラー、高田信彦として強かった幻想みたいなものを、まあ、ぶち壊していった。まあ、負けてく、ぶち壊していったことで、まあ、年齢的なものもあったかもしれないですよね。もうちょっと若い頃にやってたらもうちょっと勝ったかもしれない。まあ、それはわかんないですけど、それによって、プロレスと格闘技って違うもんなんだっていうのが、当時のファンがだんだんわかっていったっていう、ある意味でプロレスと格闘技を分けてくれた人の一人、
という言い方もできると思うんですよね。でそこから約20年ぐらい、経ってこのタイミングで、ブラジリアン柔術の試合に出ると高田さんが高田選手を辞めて高田さんになってそこからもう一度60歳を超えて高田選手に戻るっていう、これはね本当にすごいなって、しかも柔術で、まあ、自分の人生を狂わせたと言っていい柔術の試合に出て、で勝利した。高田さんの中でどうなんでしょうね、もしかしたら高田信彦の中で格闘技としての初勝利かもしれませんね。これはもう高田さんにしかわからないと思う。自分の中で格闘技で勝ったのはこれで何回目だなって思える試合なのか、それとも初めてなのか、これはもう高田さんにしかわからない。僕らがどうこうっていうことじゃない。しかも勝った技がね、アームロックで、僕はそんな詳しくないですけど、その UWF 時代でも得意としていた技らしいので、その辺もねやっぱドラマがあるし、これは本当すごいと思います。で僕は今度ちょっと違う角度で、一柔術愛好家としてまあ喋ると、まあ僕も柔術の試合ちょこちょこ出てますよ。今年も2回出て、まあちょっと今度出ようと思ったら今ちょっと腰を痛めちゃったんで、ちょっと、しばらく難しいなっていう感じになってるんですけど、まあこういう感じでね、もうこの年もうアラフォンですけれど、試合には出たいけどなかなか仕事とか、まあ体の問題とかでポンポン出れるもんではないっていう、でも柔術はすごい好きで練習はやってて、で試合は時々出たいって思ってますけど、60を超えた時にどうなってんだろうなっていう、柔術まだやっていけてるのかなって。僕は柔術は障害スポーツだと思ってるんで、あの年を取ってもできると思ってますけど、じゃあ現実的に膝だ腰だ痛いとかそういうことがあってそもそもできなくなってるかもしれないし、あるいはやってたとしても週に1回か2回ちょっとまあ軽く汗を流す程度の感覚でまあいいやになっちゃって、試合とかはもう年ですからっていう風になってるかもしれないなと思うんですよね。そういうことも踏まえて、人前で戦う試合と呼べるものから20年以上離れていた60歳を超えた高田信彦選手が柔術、自分の人生を大きく変えた柔術の試合でもう一度戦うっていうのは、これはまあ僕らにはちょっと想像がつかない感覚だと思いますね。ものすごい緊張したかもしれないし、意外と落ち着いて、いたのかもしれないし、どんな感覚だったんだろうなって思うし、まあ、僕は単純に、まあ、その映像もね YouTube で上がってますから、公式に団体の方で上がってるんで見ましたけど、かっこいいなと思いましたね。やっぱ高田さんなんかね、立ち振る舞いとかやっぱかっこいいですよね。やっぱその辺はさすが大舞台で戦ってきた人なんだなと思いますし、まあさっき言ったように60超えてああいう場に出てきて戦うっていうのはかっこいい、やっぱりと思いますよね。普通に60歳超えてらっしゃる方が柔術の試合に出るっていう、それだけでも僕はかっこいいと思うんですけど、いろいろ乗っかっちゃってますから、高田信彦が柔術の試合をやるっていうことで、それをこう人前には出てきてやるっていうのはまあ本当にいろいろな感情があったと
思うんですよ。まあ推測でしかないですけど、だからもう本当素晴らしい見事な勝利だったなと思うし、まあ僕もまあ60超えて試合出たいなっていうふうには、思いましたね。なんかちょっとこう勇気をもらえたというか、頑張って続けて、いきたいなというような感じですね。まあなんかもう本当に、ふわっとしたトークにはなっちゃったと思うんですけど、もう推測ばっかり。まあでも本当にまあ推測するしかないんですよ。こればっかりは本当のことはわからないし。で、とにかく、高田信彦が格闘技の試合に出て勝った。っていうことが僕はもうあの年でね、すごいことだ。それが呪術っていうのも含めて、まあ、長いストーリーだったなっていう感じですね。これはちょっとね、おじさんにしか伝わらない話。これ若い人、僕のチャンネルね、20代の方が一応見てるんですけど、伝わるかな 喋ってて思ったけど。まあ、伝わったかどうかわかんないですけど、とりあえず僕の思ってることを喋りました。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではでは。MMA クイズ。サバ折りテイクダウンされた直後に、左足でバタフライフックを作り、起き上がって素早くリバースクラッチで三角締めの形をセットし、足を抱えながら通常のクラッチの三角締めを決めた。この試合は誰と誰の試合？高評価、チャンネル登録よろしくね。